もんでいくの。昔のやつでずっとやってる。で、鬼滅ですね。鬼滅ですね。あれは、金額が少し連続して出さないでしばらく置いてな。上は大手からやるよね。ああ、そうですね。我が家の鬼滅ブームもちょっと収まったよね。いや、私来てるけど。来てんの？喋ってないだけで。昨日ペットショップ行ったら、鬼滅の刃の犬用の服が特価でね、2000円、定価2500円ぐらいが990円とかって、ちょっと落ち着いたから置いて残っちゃった。犬もありですよね。これ嫌だ、気持ち悪いな。やっぱ犬にとっては何かつけられるのはね、首輪とかだって本当は嫌だろうしね。服だってやつだろ。待て、待てよ。あ、じゃあどうしても火が怖いようなワンちゃんとかに。そうそう、毛がむちゃくちゃ長いような子がこれでやる。ああ。なるほど。デジタル呼吸かっこいいな。よいしょ。ああ。え、さあやってみてほしいです。ピリッとくるなんか。あ、わあ、わあ、本当だ。もう結構くる。ああ、暑い。暑い。暑い、暑い。お願いします。暑い。へえ、すごい。だから、鼻炎とかの子に、これ。この辺とか危ないですもんね。なるほど。あ、顔周りでやりたいときはそういう感じなんですね。そう、ピンポイントで。へえ。だいぶ前から使ってるよね。ここちゃんはいらないからやんないけど。なるほど。よし、ちょっと待ってな。待ち構えて。よし、あー、チョコちゃんよかったね。噛んでるか。噛んでる、ちゃんと噛んでる、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 噛んでる。ありがとうございます。ごちそうさまでした。よかったね。はい、ごちそうさま、ごちそうさまですよ、ここちゃん。あれ、おかわり？ずるい、ここちゃん。ダイエットしなきゃいけない。本当だよ。あらあら。すいません。おかわりまでありがとうございます。いやいや。こっちゃん、よかったなぁ。